ルーフからはシリーズ中最もスパルタンなモデル CTR がエントリー。この車はアルミ製のナローボディで CTR の中でも最も軽い仕様。わずか1160キロのボディに469馬力のエンジンが搭載される。さらにレスポでおなじみの東洋システムによってチューニングが施されるなど、 BM スーパーバトルに登場したルーフの中でも一番強力なスペックを誇る。今度こそ F40 が破れる姿を見ることになるのか。そして最後のエントリー者は中古スーパーカー代表、大井のポルシェ911ターボ。 GTR を買ってあれこれチューニングをするとすれば、金額的に5年落ちの911ターボが買えるぐらいになってしまうだろう。じゃあ走りの方はどうなのかということでエントリーだ。今回の車たちを相手にどこまでいけるか。これルーフでいいの？何言ってんの大井くん、あんたのは偽物の方。さあスタート。おっと大井ポルシェがリード。おっ、ちょっと向こうの方が速いな。またまた何言ってんの、本物ルーフ圧倒的な速さ。頑張ってね、壊れないでね。ちょっと車が250キロ超えてから右に取られますね、かなり。さあルーフが帰ってきた。伸びがいいぞ。よっと300キロをマーク。ルーフとポルシェの違いは半端じゃない。いいのいいの、このぐらいで。遠い遠い。